はい、こんにちは。今日は、リソースパックハルシオンデイズというのを入れてみました。ちょうどね、貯蔵用の施設を作っている最中なので、このリソースパックでその施設を見に行こうと思います。はい、今回はねちょっとね長めの橋を作ってみたんですよ。綺麗だねこのリソースパック。さて、ちょっと他の人も呼んで一緒に行ってこようと思う。あれ？あ、ついてきた、ついてきた。いや、ハルシオンデイズ評判良かったんで入れてみたけど、すごくいいっすね。なんかちょっとね、影モード入れたくなってくるな、これ入れると。ただ、うちのね、マインクラフトは Mac で動かしてるんで、どうなんだろう？ Mac で動く影モードってあるのかな？詳しい方、コメント欄とかで教えていただけると嬉しいですね。はい、見えてきました。これからね、海底神殿の攻略とかを、久しぶりにリベンジでやっていこうと思うんで、まあ、そのためにポーションを作るための施設っていうのを作っております。まだね、作りかけなんで、屋根とかもちゃんと張れていないし、はい。なんだ、さっき見たのか。はい。まだ作りかけなんですけれども、近いうちに完成させていこうかななんて思っていますね。いや、結構頑張って作ったんだけどな。紫色のガラスでちょっと怪しい雰囲気を作ってみたり、あとね、下には多分、必要となるであろうエンチャント施設ですね。あ、ガラス入れ忘れ発見で、あ、降りてきたか。でね、他にもいろいろと必要になるんで、この下には水を汲む場所、あれ、あ、来た。この下にはこう水を汲む場所とか、お、このテクスチャかっこいい。もう少しここ明るくしていた方がいいかな。なんかね、どっからか雲の音が聞こえる。まだね、湧き潰し完全じゃないので、完全というか全然やっていないので、まあ、こんな感じですけれども、この建物だけでいろいろとポーションが作れる環境を作って、みんなに使ってもらおうと思っております。これ夜とか見たらどんな感じなんだろう。ちょっとついでに他の建物も見に行ってみようかな。いろんなね、リソースパックが出てるんで、昨日入れたやつもあるし、今日試しているハルシオンデイズもあるし、ちょこちょこといろいろ切り替えて、試してってみようと思っています。実際の実況は、なんだ、ノーマルに戻すつもりですけれども、いいよな、これなんか気に入った。あ、けれど、昨日のように村人の顔とか変になってないんだろうか。まあ、ついでに今からお城の方行って見てみましょうね、村人の顔。おお、なんかいいなあ、こういう木の板とかも。すごい。どれ、村人はいないかな。あ、いたいた。ちょっと回り込んで顔。普通だ。顔はそんなにか、顔は全然変わってないね。アイアンゴーレムもなんか普通っぽい。変わってない。じゃあこのままゲームしてもいいかもしれないな。おお、城もなんかかっこよくなってるし。やっぱり影モード入れたい。入れたらすげえかっこよくなりそう。ていうか、誰か影元入れてる人に動画撮ってもらおうかな。
はい、ドラゴンの卵をここに保管しております。よいしょ。あ、ついでに上に上がってみよう。あ、ここまだこんなまんまになってる。よいしょ。はい、ここからね、街を見下ろせるようにはなっているんですけれども、まあこの後どんどん他に高い建物ができてたんで、あんまりあれっすな。みんな頑張っていろいろ作ったな。これはどっから、あ、こっちからか。なるほど、こういう風に繋がってるわけね。いいな。他にもいろんなリソースパックで遊べそうだな。なんかね、 SF チックなやつとか、いろいろありそうになって、お、ガラスもなんかすごく凝ってる。いいね。はい、というわけで、ハルシオンデイズの紹介でした。